公設百物語シリーズ全公設百物語全公設百物語は角川書店から刊行されている京極夏彦の妖怪時代小説公設百物語シリーズの第四作妖怪マガジン回のボリューム0017からボリューム002にまで連載された時系列では全三作から十年以上時間を遡り若き日のまた一が お銀や自兵といった仲間と共に家業をする前、前職である縁間屋に所属してから、みゆきの白装束に身を包むまでの経緯を描いた、前日端的な作品。時は、江戸末期。髪型で下手を打ち、江戸に流れて、駆け出しのすごろく売りとなったまたいちと臨蔵は、ある一件から村領や縁間屋に拾われることになる。そこに届く依頼を解決するため、所属する。 土政仲間らと共に、妖怪からくりの数々を江戸に仕掛けていく。主要登場人物は、公説百、物語シリーズを参照。ネギ氏に店を構える尊業や、衣服や布団や丁度、腕や膳、家具一式から、ブグバグ、職人道具から、赤子のおしめまで、何でも貸す。一方で口では言えぬありとあらゆる売れ行き用の損を、見合った銭で損を引き取り肩代わりする。 裏業を持つ。馴染みの友女が何度も見受けされては戻されることを繰り返すことに疑念を持ったまたいち。そんなまたいちの前で彼女は人を殺してしまったと告白する。その場に居合わせたす助はその損を買ってやろうと持ちかけるが、正月に舞い込んできたあだうち絡みの仕事。おこうは今回に限って仕事を降りることは許さないという。 私たちは真相を探っていく。また、死の元にやってきた、スミス家は、ある厄介な依頼を受けてしまったと話す。私、ま、から相談を受けたクジェトワンの推理が光る。立木藩のエドルス教約が腹を切った。失脚をもくろんだ仕掛けだったが、やり返すにしてもやりすぎだったんじゃねえのか、と、またいは危惧する。ほどなく、エンや一味は、何者かに命を狙われることになる。 渋谷道玄坂にある縁切り道の黒絵馬に名前を書かれた者は3日以内に死ぬらしい。調査に訪れた四方兵庫は絵馬に自分の名前を書き記す。一方で大阪の一文字や二蔵からの使いが縁間屋につき大きな損を引き取っていただきたいという稲荷坂の二衛門の仕掛けをことごとく潰してきた縁間屋にとうとう義右衛門の間の手が迫る。語られる山崎の過去。 仲間がどんどん殺されていく中、またいはお分かりの小エモンと共に見えない敵のギエモンに立ち向かう。ありがとうございます。